こんにちは、タケノコ博士です。今回は皆さんと一緒に女性器の内部を探検していきたいと思っています。はじめに言っておきますが、私は至って真面目な研究者であり、決して変態ではありません。性教育をタブー視する現代社会に一石を投じたい、ただその一心でこの動画を撮影しているのです。まあ、前置きはこの辺りにしておきまして、早速今回探検する女性器を皆さんに紹介したいと思います。今回女性器の内部構造を学ぶために作られたのがこちら。名器1号ちゃんです。見てください、このディテール、洗練された立体感と色使い。この名器1号ちゃんは私の研究におけるまさに最高傑作であると自信を持って言えます。ちなみに女性器の内部を探検しながら勉強できる動画というのは世界にこの動画一つだけです。この動画を見終わる頃には晴れてあなたも女性器マスターとなっていることでしょう。真面目に女性器の研究をする目的で見に来た方が大半だと思いますが、中にはいやらしい気持ちで見に来た方もいるかもしれません。安心してください、この動画は誰でも大歓迎です。みんなで最後まで探検して、みんなで女性器マスターになりましょう。では早速名器1号ちゃんの内部に潜入していきたいと思います。と言いたいところなんですが、どうやらゲートが閉じてしまっているみたいですね。まあ当然です、女性器のゲートというのは病原菌等の侵入を防ぐため普段は閉じられているんです。閉じてたら探検できないじゃんとお怒りの方もいると思いますが、心配しないでください。なんとこの名器1号ちゃんのゲートは私の隣にあるこの立派なレバーで開け閉め自由となっています。この立派なレバーを名器1号ちゃんの方向に倒すとゲートが反応して開くのです。入り口も開いたということで、今からあそこに入りたいと思いますが、忘れてはいけないことがあります。女性器に触れる前はきちんと消毒をしなければいけません。これは女性器探検の基本的なマナーです。では消毒もしっかりできたので探検レッツゴーです。作者である私も名器1号ちゃんのこの迫力には慣れません。今から私たちが入るのはここ、皆さんご存知、膣です。いきなり入ると名器1号ちゃんがびっくりしてしまうので、ゆっくりと侵入しましょう。無事侵入することができました。中はすごいですね。膣の道というのは無意識でぐねぐねと包み込むような動きをします。まあこれはごく自然なことで、食事をした時胃が勝手に動くのと同じです。何はともあれ足場がデコボコしていて不安定ですね。しかし研究者の私から言わせていただくと、このデコボコこそ膣の道の醍醐味なんです。ちなみに、膣の壁は正式名称で、膣壁と言います。膣壁は、膣内の健康バランスを保つ、重要な役割を持っているんです。おっとっと、これは、私が名器1号ちゃんの膣内に侵入し、刺激を与えていることが原因で、愛液が分泌されているようですね。愛液の分泌も、膣壁の機能の一つです。愛液というのも、あらゆる場面で非常に重要な役割を持っています。性交渉の際にはきちんとムードを作り、愛液をたくさん分泌させて差し上げることが重要となるのです。ともあれ、なんだかんだ言っていたら早くも子宮口ゲートに到着してしまいました。このクパクパしているところが子宮口ゲートです。見ていただければわかるように、子宮口ゲートは非常に狭く、これ以上先に進めないようになっています。しかし皆さん、安心してください。
私の最高傑作である、メイキ1号ちゃんは、地球工ゲートの先も、探検可能となっているのです。私の頭の上にある、この、G スポットスイッチを押して、刺激を与えることで。なんと、わずか5秒間ですが、地球工ゲートが解放されるシステムとなっているのです。地球工ゲートを抜けると、地球ケーブ、という道に入ります。地球ケーブとは、地球の手前にある道のことで、幅は狭く、私がギリギリ通れるほどですが、長さは短いので、すぐ抜けることができます。そして、ついに、地球ケーブの先に到着しました。そうです、ここが、地球です。数々の入り組んだ道を抜けた先に、この部屋があるのです。まさに、この空間で、受精卵から人へと成長していく、子供を支えていくのです。この広い空間を一言で表すとしたら、母の、愛、でしょうか。社会の荒波に揉まれて生きている私たちの心も、すべて包み込んでくれるような温かみを感じます。実は地球の奥にも、まだ道が続いています。この道も、かなり重要な場所になります。行ってみましょう。この道の名前は、卵管と言います。男性器から射出された精子は、地球を通って、この卵管まで泳いできます。精子たちは、俺が一番にゴールしてやるんだと、みんな必死になって奥を目指すのです。では、卵管の奥には、何があるのでしょうか。卵管の奥にあるこの空間。ここは、卵管膨大部と言います。卵管膨大部。わかりやすく言えば、ここは、卵子と精子が出会う場所です。そして、あそこに見えるのが、卵巣です。皆さんご存知の通り、卵子、というのは、あの、卵巣の中で作られます。卵巣の中で成長した卵子は、卵巣から飛び出し、この、うねうね動くイソギンチャクのような、卵管塞、というものにキャッチされ、この場所で、精子の到着を待ちます。つまり、私が今立っているこの場所で、精子と卵子が受精し、受精卵、となるのです。そして受精卵は、地球を目指して、卵管を転がりながら移動し、成長していく。ああ、なんと素晴らしいのでしょうか。卵子と精子の競争曲が、まさにここ、私の立っているここ、卵管膨大部で奏でられるのです。すなわちここは、私たちの原点と言っても、過言ではないのです。生命の神秘に万歳、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 万歳。とまあ、少し熱くなってしまいましたが、これも研究です。皆さんもしっかりと学んでくださいね。そういえば、このメイキ1号ちゃんには、もう一つとっておきの機能がついています。そうです、このいかにも怪しいスイッチです。このスイッチを押すと、短い時間ですが、卵巣を間近で見ることが可能となるのです。せっかくですから、見てみましょう。スイッチを押して少し待つと、卵巣見学ツアーのリフトがやってきました。これに乗り込みます。このリフトは全自動なので、乗り込んだら後は身を任せるだけです。着々と卵巣に近づいていきます。これです。この黄色い球体、これが卵子です。素晴らしい、なんと美しいのでしょうか。この卵子が、あそこの卵管膨大部へと、泳いでいくのです。ふう、素晴らしい生命の神秘を感じることができましたね、鳥肌です。ここは、卵巣見学リフトの出口です。地球に繋がっている特別通路となっています。メイキ1号ちゃん、粋な構造してますね。これでメイキ1号ちゃん内部の説明は、大体終えることができました。一旦外に出たいと思います。帰りはスイスイ走っていきましょう。初体験を終えれば、Gスポットも慣れたものです。ああ、外はもう夜です。
どうやら私は、一日中女性器の中にいたようですね。いやー、外の空気は最高です。大活躍をしてくれた、メイキ1号ちゃんには、感謝です。皆さん、今回の探検はいかがでしたか？私が言うのもおかしいですが、なかなかわかりやすく説明ができたのではないかと思っています。今回の探検で得られた知識は、生涯にわたって大切にしていただきたいです。研究者には、賢者モードなど、ありません。常に研究です。もし学んだことを忘れてしまったら、何度でも復習しに来てください。性的なコンテンツに指定されていないことを祈ります。今回は、最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。